シャルルルイブ・ウジェーヌ・ケクランは、フランスの作曲家、音楽教師。ケックラン、ククラン、ケシュランとも表記されるが、ケクラン家の HPE によると、フランス語で、ケックリンつまり、ケクランと発音する。15歳から作曲を始めたが、若くして徴兵された。病気で退役後の1889年から、パリ音楽院でジュール・マスネ、ガブリエル・フォーレ、アンドレ・ジュダルジュにシジ。 その後、クロード・ドビュッシーのバレエ、カンマ、フォーレの劇音楽、ペレアスとメリザンドのオーケストレーションを担当。1937年にはスコラ・カントルムの教授に就任し、後にはアメリカやカナダでも教鞭を取った。様々な形式により、作品番号226に至る、極めて多くの作品を残した。キップリングのジャングルブックによる一連の還元楽曲、 ピアノ五重奏曲、ホルン・ソナタ・オーボエ・ソナタなどの室内楽曲、ピアノ曲、歌曲などが知られる。戦法を使うなど、伝統的な音感覚の曲だけでなく、無調の曲も書いていて、多様な作風を示すが、緩やかなテンポの性質な楽曲に、独自の特色がある。また、7人のスター公共曲、リリアンのアルバムなど、ハリウッド映画に触発された作品も数多く、 残している。コールポーターの唯一のバレエ作品であるビズインザクオータのオーケストレーションも担当している。教師としては火星法及び大砲の著作を多く残した。弟子にはフランシス・プーランク、ジェルメーヌ・タイ・ユフェールらがいる。日本で出版されているもの、ありがとうございます。